さて皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日もこちら新型タフトをお届けしてまいりたいと思います。今日お届けするのは訴求色であるこのスモーキーなブルー、それからも風ごめんなさいそして今日は NA バージョンをお届けしてまいりたいと思います。皆さんどうぞ最後までご覧ください。そして、チャンネル登録高評価で応援してください。今日はインテリアとエクステリアです。はい、それではですね、こちらエクステリア見てみたいと思います。今回ね、やっぱりもうダイハツさんのこのシルバーの装飾のないこの新しいカーデザインというかね、ちょっとこう攻めたエクステリアデザインなんですけれども、こういうスモーキーな色に関しては非常に映えるなという印象です。今回ね、あの新色が3色追加されて、この色ももちろんそのうちの一つなんですけど、ちょっとね、なんていうかこうソリッドなんだけれども、こうグレーの入ったような、あの非常にあのトレンドカラーだと思います。これ以外にはちょっとアドベンチャーっぽい感じのね、カーキの展開が2色ありました。はい、あ、後ろにちょうどね訴求色が並んでますけれども、こんな感じです。世界観が本当にとっても可愛いですよね。こちらのブルーグレーに関しましてはこんな感じになっています。ちょっとね、あの前の方までこの樹脂のモールドが入っていて、これあのほらタイヤのね、このフェンダーとつながっているんですけれども、面白いデザインだと思いませんか。あのここまでしっかりとね、樹脂が使われているので、非常にいいモノ感というかギア感というかね、あります。はい、そして下の方にまでしっかりと樹脂のモールド入っていまして、こちらもですね、ほらここちょっとアプローチアングルを考えられたようなディフューザーが入っています。スマシのカメラも、ね、しっかりここについてます。でタフトって前にもね社名が入って、このフォントもすごくかっこいいと思いますね。ほらどうですか、このちょっと面白いカーデザインだと思いません。はい、そしてサイドに回ってみますと、またこんな感じになっています。はい、ターボの方の、ね、赤とまた全然印象の違う感じになりますよね。しかしですね、あの前後ともにその軽自動車の車格を存分に使って、ちょっとボンネットも四角くてね、それからシーピラーもしっかりと立っていて、外から見るだけでも走破性というか、黒走破性というか、そして張り出し感を感じさせる、もう本当にプチチェロキーみたいなそんな感じのデザインを感じさせます。でここにもね、ボディのサイドにも名前が入りました。タフトと書いてますけれども、リアのですね、このフェンダーのところもこんな感じになっていて、しっかりとこのタイヤハウスも取られています。はい、そしてですね、この辺ですね、こんな感じでこのね、シルバーを艶消しにしているあたりが、私結構この質感の肝じゃないかなと思ってるんですけど、こういうね、ここがもうギラギラしてないっていうだけでちょっと洗練されて見えますよね。今っぽいですよね。なので、ちょっと今回は、はい、こんな感じで白っぽいね、スパナみたいな形のホイール入りきましたけれども、私このホイールをもうちょっとこうスポーク調のものに変えただけで、足元すっごい締まるんじゃないかなというふうにも思っています。もしくはもっと真っ白とかでもいいかもね。夢膨らみますよね、こんな感じで。はい、そしてリアビューです。はい、こんな感じになっております。はい、真四角、非常にねこうしっかりと左右に張り出した、そんな感じのデザインになっています。で、もちろんねルーフレールもしっかりあるので、こちらもアドベンチャー感非常に、感じさせるような、そんな感じになっているんじゃないでしょうか。はい、そしてこの辺ですね、こんな風にライト関係も非常に美しいです。ほらちょっとこうねクリアが外に出たりとかしていて、ちょっと浮遊感があるというかね、可愛いですよね。はい、こんな感じになっています。はい、そして反対側もこんな感じです。さて、それではラゲージルーム見てみたいと思います。もう風がすごくて髪がもじゃもじゃになっちゃった。はい、というわけでこんな感じで、結構ねすぐにシートがあって、本当にこんなにたくさん詰めるのっていう感じなんですけど、アレンジが非常に多彩なんです。このパネルがこういう風に分割されて、ここにスポッて入ります。
はい、というわけでここの奥までね、下の部分まで、スペースを使えるので深いものも入るという点、それからこれを結構ねアレンジして使えるということ、例えばこういうふうに折ってここだけ使うとかもできるし、はい、さらにちょっと下のこの段にねこう入れてこんな風に使うこともできる、なんかねいろいろ使えそうですよ。これアレンジはぜひ公式見ていただきたいんですけども、良さそうだなというふうに思いました。でこのヒンジが結構回転式になっているのでしっかり締まります。でこういうふうにパターンパターンってきて、こんな感じでフルフラットみたいな感じに、フルフラットじゃないけどねこんな感じで結構フラットなスペースが現れます。はい、ということでこんな風にね座ったりとかして、もうここでお茶とかもできるんじゃないかっていうぐらい、もう非常に居住性の高い車だなという風に思いました。しっかりバックドアも開くし、こうなってるからちょっとした雨も避けられそうじゃないですか。なんかこういいですよね、なんかこう風を感じながら、今日は風強すぎるけど風を感じながらね、ちょっとこう海辺なんかに止めてゆっくりとこう自分一人の時間を楽しむみたいな、そういうのもね素敵だと思います。はい、というわけでこんな感じになります。はい、こんな感じです。まあ、フロントのシートはねオレンジのステッチがこういう風に入ったりとかしてたんですけれども、後部座席はややもうちょっと簡素な感じのものになります。しかしね鴨柄っぽい感じの、鴨に見えるけど実はこんなこうちょっとこう 1,2,3,4,5,6,7 8角形か、八角形の数えないと分かんなかったですけど、ハニカムっぽい感じの柄を組み合わせた、はい、そんなシートになってました。で、まあもちろんこれねスッとこう持ち上がることもできます。はい、ということで、で、まあ、ドアの内張りもね、こんな風にちょっとこうボコボコしていて、これもちょっと道具感があるというか、そんなアウトドアを感じさせるようなものになっています。で、シートのバックがすごい綺麗ですね。何の縫い目もない。ファスナーも綺麗にここにね、隠されていて、美しいと思います。はい、視界はこんな感じです。まあ、まあ、前方に、もう前席にこれがあるので、後席が、これに比べると少し圧迫感を感じますけど、まあ、それは贅沢ってもんですね、きっとね。はい。実際乗ってみると、はい、実際乗ってみると、はい、こんな感じです。ちょっと本当に恥ずかしいぐらい髪がボサボサだけど、それはちょっとご容赦くださいと。あ、前髪切りました。どうでもいいですね。はい、というわけでこんな感じになってます。どうですか。うん、ゆったりじゃないですか。こことかこことかすっごい広いです。やっぱり外から見てね、ディベンジョンを四隅までしっかりボディに使っているっていうのがこういうとこに行きますよね。四角くしているので、室内空間を外から見ても広いんだろうなって思わせますけど、実際やっぱり広いし、すごい開放感です。ドア自体はね、こうすぐそばにあるのにもかかわらず全然圧迫感を感じないのは、しっかり窓が顔の後ろまで切ってあるのと、ここのえぐりだと思いますね。すごい広い。そして後ろからでもちょっとねこのルーフがガラスルーフが見えるので、それもまたちょっとこう開放感に一役買ってるんじゃないかなというふうにも思います。まあ軽自動車ですから4人乗りということで、まあカップルディスタンスではないですけれども、後ろのカップルディスタンスも、それなりにちゃんと確保をされています。なんて立て膝がすごいですよね、こんなに広い。はい、というわけでこちらインテリアです。ターボモデルとほぼ内装同じですね。ですが非常に質感が高いです。朝せっかく頑張って撮影しなきゃと思って髪の毛セットしてきても、今日の風で一瞬でぐっちゃぐちゃになっちゃったっていうごめんなさい。はい、ちょっと暑いのでエアコンもかけてみます。こちらご覧ください。この指導画面すごくないですか。
なんでこんな激化タッチっていうぐらいはっきりしたのがついてますけど、すごいかっこいいですよね。で真ん中にあの物理のこの時計を表示したりとかできる仕様もあるみたいで、これも結構私びっくりしてます。いいですよね。で、まあ、クライメート系非常に使いやすいですし、ここにシフトがあるんですけれども、まあ、これも慣れた人にはすごく簡単なんじゃないかなというふうにも思います。そして、まあ、あのいろんなところに、ね、このトレイとかこうフラットに作ってあったりとか、まあ、ここにもトレイがあって、でドリンクホルダーもしっかりした四角いサイズのものがあるので、牛乳パックみたいな、ほらあのパックの飲み物今流行ってるんですよね。なんかあのお安くてたくさん飲めるっていうの でそういうのもしっかりと搭載できるようになっています。そしてやっぱりすごいのが、もう一回言うけど、これ全グレード標準装備のガラスルーフがついている。これはここまでやるかって感じです。これね、でも使えば使うほど今ねホテルのこういい感じのこう摩天楼感がありますけれども、これだけじゃなくてもね、例えば本当にあの曇り空見てるとか雨見てるとか、私意外とこう見えてアウトドア好きなので、どう見えてこう見えてアウトドア好きなので、こういうねアウトドア系の車にはもうちょっと心をずっと惹かれっぱなしなんですけど、 K だったらいいな、ちょっとハードルが下がったようなそんな気がしませんか。登録者だと駐車場が維持費がって思っちゃうんですけど、こういう軽自動車のクロスオーバーでしかもこんな装備がついちゃったら、いやもうこれでいやってなっちゃいますよね。しかもこう眩しくなったらこうやってお昼寝したりね、あーいいな、ちょっとこうライフスタイルの夢が広がりますね、これだけでね。ルーフなんてさ、ガラスルーフなんてそんな新しい機能じゃないけど、このサイズで軽自動車に86度もあるんですって、これね。でそれぐらいついちゃうと、こうやって心がこうホッと和むような車になるんですね。はい、それではちょっと乗ってみましょうか。乗り込みからするとこんな感じです。さっき言ったメーターの中に時計が表示できるというのはこれですね。アナログっぽい時計ってこういうこうアウトドアギアとやっぱり相性がいいですよね。でこのエアコンの送風口にもちゃんとこういうこう四角くね、枠取りをして道具感を持たせてあるというか、はい。そしてここにも装飾あります、はい。そしてあっちにもある。ドリンクホルダーこんな感じ、はい。そして指導画面見せれるかな。これすごくないですか、こうタフト激ガタッチみたいなね、ちょっと光っちゃってすいませんなんですけど、こんな感じで出てきます、はい。で、この辺が、まあ、シフトノブこうなっていて、クライメート温度計ですねはこうなっている。でここに、12V のこのあれですねシガーソケットがあって、で、LR のこれはシートヒーター、今はもう見たら見るだけで暑いみたいなものですけど、冬になったら絶対必要なもので、ここにちょっと用途が違うんですけれども、まあ、チャージとナビとか音楽とかね、そういう感じの USB タイプ A がですね2個ついています、はい。そしてこのトレイも、はい、奥までねしっかりとあるんですけれども、まあ、傾斜がついている分はここはまあまあちょっと物を、ね、流れたくないのはここに入れてみたいな感じでしょうかね、はい。そしてはい、このオートパーキングブレーキ、これがつきました。これもすごいですよね、はい。そしてこれがホールドですね、そのブレーキホールドさせるやつもついてます。でトレーへドリンクホルダーと、でこれからだんだんこう上げていくと、じゃん、このサイズのガラスルーフがついてるんですよね。すごい、晴れてよかった、はい。というわけでこの位置から見ると見てこの開放感です、やばい。でこれが、まあ、手でねさっと閉めれるというものになります。すごいですね、はい。というわけで今日はこちらダイハツの新型ダフトのインテリアエクステリア使い勝手をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。小さな車にギュッと魅力が詰まってますよね。本当このタフト売れるんじゃないかなと思います。この人気のクロスオーバータイプ、皆さんもぜひ販売店でチェックしてみてください。それでは次回は試乗をお届けします。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。チャンネル登録高評価で応援してください。